こんにちは、小助です。先日こんな質問をいただきました。新型フリード5人乗りで車中泊をしてみたいと思っています。以前から気になっているのですが、ポータブル電源を使って夜電気毛布で暖を取ったり、途中電気を使って買ったものを温めて食事をしたり、温かい飲み物を飲みながら車中泊をする場合、使用した分はシガーソケットからの充電で回復するでしょうか。なるほどね。ノアとかだと1500ワットコンセントがあるので、どれだけ電気使ってもすぐ急速充電できるんですよね。ただこの新型フリードは1500ワットコンセントがないので、ここのシガーソケットから充電するしかないです。だいたい充電スピードはポータブル電源によりますが、80ワットから100ワットぐらいじゃないでしょうかね。なので特に連泊する場合なんかだと、使った分が充電できるかっていうのは気になるところではありますよね。なので今回はこの新型フリードでポータブル電源を充電しつつ使いながら車中泊、帰ってきてどのぐらい充電できているかチェックしてみたいと思います。よっと。で今回は、この前も動画にしたことがあるフォシボットっていうのかな、というメーカーの、比較的コスパの高い 2000W アワークラスのポータブル電源を持って行ってみたいと思います。多分 1000W アワーだと足りなくなるような可能性あると思うんですよね。ちょっと大きめ持っていきましょう。で、充電ケーブルはこれだね、シガーソケット用のケーブルを使って、でこのコンセント用の充電ケーブルは今回は使わない感じになると思います。ではこれをグッと挿して、でこっちは新型フリードのシガーソケットに接続していきましょう。今満タンなので満タンですよね。なんで電気使ってから充電開始しましょうか。で今回どこに行くかなんですが、長旅での1日の移動距離をだいたい250から300キロぐらい、これ僕の実績なんですけど、そのぐらい移動する想定で車中泊行ってみようかなと思ってます。移動時間にして6時間から8時間ぐらいでしょうかね。ちょうど前から行ってみたかった北見市ルベシベの無料キャンプ場、つつじ公園キャンプ場かな、があるので、今回はそこに向かってみようかなと思っています。だいたい距離は280キロぐらいとなってますね。で実は今回どのぐらい使った電気をシガーソケットから充電できるかっていうのは僕もかなり気になっていて、一応この後予定している長旅、200以上の長旅で回復量次第では持っていくポータブル電源の容量も考えなきゃいけませんし、あとはもう最終的にはフリードじゃなくてノアで、急速充電が可能なノアで行くっていうことも考えなきゃいけないので、今日はちょっとハードめに電気を使いつつ車中泊してみようかなと思っています。今日も先は長いので、いつものセブンでコーヒー買っていきましょう。実は今日結構気温高めなんで、アイスコーヒーにしようかな。さあコーヒー買ってまいりましたが、今日あったかいね。天気もいいし、外気温25度とカラッとした秋晴れでございます。多分来週あたりからぐっと気温下がっていくので、これだけあったかいのも今週いっぱいじゃないかなという感じはしますね。では行きますか。今日このまま旭川通って石北峠を越えて北見市ルベシベまで行く予定なんですが、途中に層雲峡あるんですよね。なんで紅葉まだだと思いますが、ちょっと流星の滝とか紅葉綺麗なポイント立ち寄っていきましょうか。少し紅葉進んでる様子が見られればいいですよね。では行きましょう。さすがに9月中旬なんで、まだ紅葉はほとんど始まってないかなという感じはいたします。じゃあまず層雲峡目指していきましょうか。さあ旭川の手前の深川までやってまいりました。で
ちょっとこの深川の道の駅によって何か食べますか。ポータブル電源少し使いたいので、ここで何か買ってちょっとだけ温めか何かして、で電気を消費したいなと思っています。となると出来上がったものではなく、若干温めとかしないと食べれないものじゃなきゃダメですよね。いや、しかし今日は暑いですね。9月の中旬としては25度あるんで、結構高めの気温でございます。サンドイッチ食べたいけど調理できないしね。安い。さあ、というわけで買ってまいりました。何を買ってきたかというと、鹿部さんのたらこを使ったおにぎりと、たらこおにぎりだね、見切り品で安くなっていた深川ポークのロースハムでございます。これ焼いて食べましょう。3割引きぐらいかな。お得だね。で、電気はこっちかな。こっから取ります。で、電源をオンにして、これあれだよね、あの P2001 系のめちゃくちゃコスパの高いポータブル電源ですよね。価格が多分2000ワットアワーで10万円前後ぐらいだと思います。まあ、有名メーカー品の半額ぐらいの価格で買えて、しかも結構実績もある、そんなコスパの高いポータブル電源ではないでしょうか。で、 100% スタートでまずはハムを焼いていきます。まあ、正直車中泊旅でここまで頻繁に調理とかするかは分かんないんですが、まあ、とはいえ旅の途中1日車の中で過ごして、まあ、ご飯とか全部車内で食べるということもあるので、まあ、それも想定しつつ調理多めで今日は行きましょう。もうこの形のまま焼いていきましょうか。さっと温めるぐらいでいいかなと思います。で、今回こういう調理で電気を使うのはもちろんなんですが、スマホとか iPad の充電なんかも、まあ、ここからしていこうと思ってます。夜になると多分電気毛布必要になると思いますし、日中はまだ暑いのでこういう小型扇風機の充電もこれでしていきます。あ、ちょっと待って、先にお茶入れようか。で、これを焼いていきましょう。いや、でも今日どのぐらい紅葉進んでるかな。まだそんなに色変わってないと思うので、綺麗な紅葉の層雲峡にはならないと思いますが、ではいただきます。鹿部のたらこのおにぎり、この深川で食べるのは初めてですね。多分たらこがたっぷり入った、うわー美味しそう。いただきます。うん、うまい。うん、ハムも美味しい。なんかこうやって道の駅とかで、まあその土地の名物とか名産品なんかを買いつつ、まあ、その場で食べて移動できるというのも車中泊の醍醐味ですよね。うん、うまい。さあ、今少しだけ調理して使った電気ですが、たった 2% でございます。2000ワットアワーなので、まあ、大体ざっくり40ワットアワーぐらい使った感じでしょうかね。で、ここからはバッチリ充電しながら移動いたします。ちなみに40ワットアワーしか使ってないので、まあ、1時間も移動しないうちに満充電になるんじゃないでしょうかね。さあ、それでは出発いたしましょう。あ、充電開始されたね。
ちなみに充電スピードですが、100ワット、だいたい100ワットで充電されてます。なんで1時間に100ワットアワー、5% ぐらいかな。1時間に 5% ぐらい溜まっていくという感じになるでしょうね。だいたいポータブル電源のシガーソケットからの充電速度はこれぐらいでしょうね。で、70ワットとか80ワットというのもあるので、100ワットはかなり速い方だと思います。これ以上っていうのはあんまり聞いたことないね。それでは引き続き、層雲峡を目指していきましょう。ああ、この辺は山の方全然緑ですね。全く紅葉始まってないと。うちの近く結構進んでるんだけどね。まあ、やはり地域差が、同じ北海道内でも地域差がありますよね。層雲峡らしい景色が広がってまいりました。もうすぐ層雲峡温泉街でございます。では温泉街を越えて、その先にある龍勢の滝あたりに行ってみましょう。まあでも紅葉はまだっぽいね。ちなみに紅葉のシーズンになると、この正面のあたりの木も綺麗に色づくので、まあまだまだこれからっていう感じでしょうね。さあ温泉街に入ったかな。この辺から宿泊施設がたくさん並んでおります。層雲峡温泉、ここの端っこの方に滝があるので今日はそこに行きましょう。では車をここに止めて見に行ってみましょうか。お、結構人いるね。まもなく目的地付近です。さあ到着でございます。風も強く、日陰なので肌寒いですね。大雪山国立公園龍勢の滝、こっから見えるあの滝が、そうですよね、龍勢の滝でございます。紅葉ベストシーズンだと、もうこの辺全部綺麗に染まって素晴らしい景色を楽しめるんですが、まだちょっと早く緑が多い状態となっております。地面に落ち葉もほとんどないですしね。でこの龍勢の滝のすぐ隣に銀河の滝という滝がもう一つ並んでいて、ここ滝二つ楽しめるポイントなんですよね。銀河、龍勢の滝、カムイと共に生きる神川愛、まあ、こんな感じで二つ滝が並んでおります。ちなみに滝の高さは120メートル、さっきの龍勢の滝が90メートルで、こっちにある銀河の滝が120メートルらしいです。龍勢の滝は結構勢いのある滝なんですが、こっちの銀河の滝は細い糸のように落ちてくる滝で綺麗なんですよね。でここ登っていくと、あの滝2つ並んで見える展望ポイントもあるんですが、でもちろんその展望台には熊も出ます。それではルベシベのツツジ公園キャンプ場まであと60キロ、約60キロ移動いたします。さあそれではルベシベのキャンプ場行きますか。この後は石北峠を越えて道東側に入ります。ちなみに右側に今ダムがあるんですけど、大雪ダム、このダムの向こう側の道をずっと右折して進んでいくと三国峠とかぬかびら源泉郷なんかがあります。紅葉で有名なところが
たくさんあるルートをですね。さあ、ここが石北峠の頂上でございます。せっかくなんで少し降りてみましょうか。ちなみに頂上の外気温は19度と、そんなに寒くないですね。さあ、それでは登ってみましょうか。トイレもありますよ。天気のいい19度ってめちゃくちゃ快適ですね。暑くも寒くもなく、ちょうどいい感じでございます。あ、展望台が見えてまいりました。結構ここまで登るのは大変だね。そう、ここは確か登るのに苦労する割には景色がそんなに見えない、そんな場所でございましたね。疲れた。日本一の高さ、石北峠ルベシベ町。何が日本一の高さなんだろうね。ちなみにルベシベ町は今なくて北見市になってます。北見市ルベシベ町かな、合併したんですよね。さあ、それでは景色もちょっと微妙なので行きましょうか。結構ここ登るの大変なんですが、もうちょっとこの辺の木がないと綺麗に見えそうな感じはしますよね。あ、わざわざ展望台登らないで、あそこから見た方が綺麗かもしれないね。標高1050メートル、石北峠。全然こっからの方が見通しはいい感じですよね。で、今層雲峡の方からずっと登ってきて石北峠の頂上です。で、このまま降りてって御根木温泉の道の駅があって、でその先に北見があるんですが、まあ、この辺の公園がキャンプ場になっております。なんで今日はその辺りに向かいましょう。さあ、それでは石北峠の頂上から北見側に向かっていきましょう。では出発でございます。まあ、さっきの展望台はあんまり行く意味ないかもしれないね。まあ、車運転しながら橋の上から眺める景色の方が気持ちいいと思います。で、今回買い物はルベシベで、まあ、道の駅周辺でしたいと思ってます。そこ越えるとすぐキャンプ場があるので、降りたら一番最初の街で買い物していきましょう。まだ3時前なので多分お店もやってますよね。交通死亡事故多発地帯、怖いとこだね。スピード出しすぎるのかな。あ、微妙な下り坂で結構直線の後にギュッとカーブがあるんでスピードオーバーで突っ込んじゃうのかもしれないね。さあ、来ました。ルベシベ町の、北見市ルベシベ町の市街地周辺でございます。あ、キャンプ場もこっから 2.5 キロ先なんで、ほんと買い物はこの辺でしないとダメだね。道の駅で何か食べるもの買っていきましょうか。ここで買えないとコンビニとかあるのかな。久々来たけどでっかいよね、この道の駅。あ、いっぱいお店あるんで何か買ってまいりましょう。
なんかやってますね。あ、からくり時計が動いてるんだ。おお、鳥が出てきてる。鳥も小人も帰ってきましたよ。で、あっちに直売所かながたくさんあるんで、まあ直売所を見て、で、あのからくり時計の奥の道の駅も見て、なんか買っていきましょう。あ、この北見周辺は玉ねぎがめちゃくちゃたくさん取れるので、まああちこちにこんなのがこんなのがありますね。玉ねぎ入れすごい、めちゃくちゃたくさん入って600円とか350円とか、立派な玉ねぎだね。規格外品は3キロ300円。そう、北海道は玉ねぎが安いんだよね。結構直売所とか行くとあのぐらいの値段で300円ぐらいで 2,3 ヶ月分ぐらい買えますね。鳩時計カムリン、中の模型も動くのかな。木こりの丸太切りレース、あ、なるほど、これを引くと動くんだ。結構大変だね。おお、なんかいろいろ売ってそう。オホーツク海も近いのでホタテなんかも、流氷揚げがありますね。ホタテステーキ、わ、すごい。さあ、というわけでホタテステーキとホタテの流氷揚げ、まあ、今晩はホタテ尽くしといきましょう。ではここからすぐ近くにあるキャンプ場を向かいましょうか。多分あっちの方にあると思うんだよね。さあ、では向かいます。もうすぐそこだね、本当に。で、買い物に関しては、まあそこにセブンイレブンがあるので、セブンイレブンでするか、今の道の駅でするか、それか、まあ、もうちょっと先に行くと10キロぐらい先かな、ルベシベの本当市街地があって、そこはコンビニも何個かあってスーパーもあるので、まあ、そこでするかっていう感じになるのかな。で、キャンプ場はこの辺りにあるみたいですが、どこだろう。あー、なるほどね、温泉街がすぐ近くにあるんでお風呂は入りやすそうだね。この辺は御根湯温泉ですかね。で、あった、ツツジ公園、御根湯神社、歩行者専用、もうちょっと先かな。多分この左側がツツジ公園っていう公園で、で、そこの一角にキャンプ場がある。あ、書いてありますよ。こっからは進入禁止なんで、こっちにキャンプ場があるみたいだね。無料で利用できて車中泊も OK のキャンプ場でございます。あ、なんか工事中だ、大丈夫かな、利用できるのかな。あ、あった、ここだ、キャンプ場東上り口。あー、なるほどね、パークゴルフ場とか多分山かなんかがあって軽く登れるんだと思います。それ登り口もあってキャンプ場もあるという感じになってるみたいですね。まもなく目的地付近です。
ツジ公園キャンプ場。ルート案内を終了します。お疲れ様でした。キャンプしてる方もいますね。では僕もここで車中泊いたしましょう。結構駐車場狭いね。10台ぐらいしか車止めれない感じだと思います。では少し調査してまいりますかっていうか、すごい工事してるんで、キャンプ場にぎやかな感じですね今は。工事してなかったら多分静かなとこなんだろうね。で、目の前には川も流れてて、とても気持ちのいい無料キャンプ場だと思います。で、ここが炊事場かな。ここで調理もできそうですし、もちろん水も使えます。いやいや、工事してない時ならめちゃくちゃ静かでいい場所そうな感じですね。そしてこの辺りは少し紅葉始まってますよ。木の上の方が赤く色づいてきております。綺麗だね。多分この辺一帯全部テント張れるんでしょうね。結構平らなところも多く、キャンプもしやすそうな場所でございます。で、あれがトイレかな。あそこにあるのがトイレっぽいね。それでは工事の音でも聞きながらご飯にいたしましょうか。まあ、多分夜になれば工事も終わると思うので静かだと思います。いやー、今日まさかこんな暑いと思わなかったんで、風も全くないですね。なんで窓を開けても風は入ってこなくて、扇風機がないとちょっと厳しかったかもしれないね。ではスマホなんかを充電しつつ、今日ゆっくりいたしましょうか。まだ3時ぐらいなので、かなり長時間車内で過ごすことになると思います。このフリード5人乗りについてるここの金属の板、すごい便利だよね。この磁石でつくケーブルなんかはペタペタくっつけておけばいいですし、まあ、小物を入れたいときはちょっと小物収納ラックみたいなのを磁石でくっつけておくと結構自由に収納スペース準備できるので、すごい便利だと思う。僕は基本こっち側は USB ケーブルをくっつけておいて、反対側は収納ラックつけてますね。で、 USB はここが 100W なんで、ここにつけようか。よっと、充電していきましょう。まあ、旅の時はスマホとか iPad の充電走行中にしてもいいんですけど、割とこう長時間こういうキャンプ場でゆっくり休むときはポータブル電源から充電することも多いですよね。で、今日は、まあ、さっき道の駅で買ってきたこのホタテステーキと、これなんだろうねそれとこの全国水産加工食べ物店水産庁長官賞受賞のホタテ流氷揚げを食べたいなと思ってます。あとルベシベのコーヒー、ルベシベコーヒーも買ってきたので、明日の朝はこれを飲みましょう。じゃあ、それじゃあもうちょっとしたら、まだ早いんでね、もうちょっとしたらご飯にしたいと思います。で、ここをすぐ後ろがテント張れるエリアなんですよね。なんで、まあ、テーブルとか椅子持ってくると外でご飯食べたり、あとは本読んだり動画見たりっていうことはできそうな感じしますね。なかなかいいとこだよね。駐車場がちょっと狭い以外はすごくいいとこかなという気がいたします。さあ、ただいま夕方の5時ですが、だいぶ寒くなってまいりました。ちょっともう扇風機は寒くて使えないですね。窓開けてるとちょうどいいぐらいという感じかもしれません。
それではホタテ食べていきましょうか。じゃじゃん。ちなみにこれホタテ貝と粉末卵白、でんぷん食塩、貝カルシウムで調味料なんかが入ってるみたいです。貝入ってるの？まあまあ食べていきましょうか。じゃじゃん。まあホタテだね。なんかホタテのあれみたい、成形肉ってあるじゃないですか、あれのホタテ版みたいな感じですね。あ、まずい、ちょっと崩れた。でも匂いは完全にホタテですよ。ではこれを焼いていきましょう。ちなみにこのポータブル電源なんですけど、静粛性が非常に高く、あ、ここ開けなきゃダメだね。まあファンはほとんど回らないんですよね。なのでまあ結構車中泊向きの製品ではありますね。ちなみにそうそう、 IH のファンが激しく回っておりますが、これのスペックは、まあ、ここに出しておきますが、容量が 2048Wh ですね。AC 出力が 2400W まで。で、重量が 22kg となってます。結構、容量の割には軽めです。まあ、このスペックで1泊2日の車中泊で電気が足りなくなるというのは、まあ、電気ストーブでも使わない限りは、まずありえないですね。問題はシガーソケットからの 100W の充電で何泊ぐらい持つかっていう。ところかな。一応6時間走行するとすれば 600Wh は充電できるんですよね。で、車の移動時間が8時間だとすると、まあ、800Wh ですよね。 800Wh っておおむね 40% ぐらいになるので、明日の朝出発の時点で残量 60% 以上であればまあ1日で充電できるレベルかなという感じになると思います。で、移動時間6時間とかだと 600Wh しか充電できないので、まあ、残量 70% ぐらいは残ってないとちょっと充電しきれないという感じになってしまいますよね。まあそう考えると、調理だけであればまだしも、電気毛布まで使うとなれば、ちょっとシガーソケットからの充電だけではいやいや1日で満タンまで充電するのは難しくなるかもしれませんね。まあ明日は帰り6時間ぐらいかけて帰ることになるので、まあどのぐらい充電されるか見ていきましょう。じゃじゃん。おお、うまそう。もうちょっとしっかり焼きましょうか。一応海鮮、生で食べれない海鮮なので、ちょっとしっかりめに焼こうと思います。いやいや、めちゃくちゃ美味しそうですね。匂いは完全にホタテの匂いでした。さあ、そろそろ食べれるんじゃないかな。うわぁ、やっぱり結構水分出てきましたね。じゃあもうちょっと焼いたら食べましょう。さあ、さすがにもう食べれるんじゃないでしょうか。ではいただいてみましょうか。ホタテステーキでございます。うん、うまい。まさにホタテステーキだね。で、味はついてます。なんかこう食べた感じは、なんだろうな、まあホタテを固めたものなんですけど、若干、まあ、かまぼこっぽいというか、あのホタテ風味のかまぼことか、ホタテが入ったかまぼこっていうよりは、
かまぼこの風味のあるホタテっていう感じですかね。で、味自体はちょっと薄味なので、ご飯のおかずとしてはちょっと物足りないかもしれませんが、そのまま食べるのにはちょうどいい味だと思います。うん。まあ、歯ごたえがプリプリで美味しいですね。もうお米は良さそうだね。ちなみにこのホタテ流氷揚げですが、自社製の魚醤使用で旨味アップ、温めてご飯やお酒のお供に。材料見る限りこっちはホタテ入りのかまぼこですね。さあ、もう焼けましたね。ホタテかまぼこ焼きでございます。さあ、それでは早速ご飯と一緒にいただきましょうか。それではいただきます。うん、うまい。まあ、魚醤が入ってるおかげか、結構深みのある味のかまぼこだと思います。うん、まあ、特別珍しい味っていうわけじゃないですが、普通に美味しくてご飯のおかずにもなります。さあ、一通り調理を終え、使った電気は 18% ですね。残り 82% となっています。明日の朝調理するだけなら、まあ、あと 10%、15% で調理できると思うんですが、まあ、夜電気毛布使うとなるともうちょっと減りそうだね。まあ、どのぐらい電気毛布使うか分かりませんが、もうちょっとしたら寝る準備いたしましょう。さあ、寝る準備が整いましたが、下に電気毛布を入れてます。窓閉め切ってますが、今日というか明日の朝10度ぐらいまで外気温下がると思うんですよね。で、10度だとちょっと電気毛布入れないと朝方寒いかなということで、弱めに電気毛布入れて寝たいと思います。で、現在のバッテリー残量ですが 78% になってます。まあ、そこそこ電気は使うので、朝起きると 50% 残ってるかなという状況かもしれませんね。それではおやすみなさい。おはようございます。朝になりました。電気毛布入れてたおかげでぐっすり眠れましたね。ないとかなり寒かったと思います。バッテリー残量は 54% で結構使ってるね。ちょっと今日は寝すぎちゃった感がありますが、この後ご飯食べて帰りましょうか。ちなみに今朝6時なんですが、もう朝6時から工事始まってるね。あのショベルカーのエンジンがかかって結構いい音出してます。すごい早いね。さあ、それではご飯にいたしましょうか。ちなみに今日の朝の気温だったんですけど、今ここ北見市御根湯温泉あたり8度ぐらいまで下がったみたいだね。で、現在10度です。やっぱりこれぐらいまで下がってると電気毛布なしだとかなり辛い車中泊なので、まあ、結構ポータブル電源の電気も大量に使ったのかなという感じでございます。で、朝食ですが、じゃん、今日はカレー飯を買ってあるのでこれを食べてみましょう。キーマカレー飯です。
これはお湯を沸かして入れるだけなので結構簡単だよね。このぐらいかな。最近なんかこのシリーズセブンイレブンでクーポン出てて安かったり、スーパーでもラインナップがかなり増えてきていて、でこれ保存食にも良くて、車中泊の時に車に何個か積んでおくと食べ応えのあるカレーがお湯入れるだけで食べられたり、あとは家に防災目的で置いとくのにもいい製品かなというふうに思います。結構最近ハマってますね。いやー、いい匂いしますね、カレーの。よっと。では、よくかき混ぜて、いただきましょうか。さあ、とろみがついてまいりました。では、いただきましょう。美味しそうですね。うん。うまい。かなり味濃いめだけど、まあ普通にカレーだし、うん、追いご飯しても良さそうだね。なかなか美味しいと思います。ちゃんとカレーの味するもんね。じゃあ最後このルベシベコーヒー飲んで終わりにいたしましょう。じゃあこれ飲んだら帰りましょう。さっぱりしたコーヒーだね。さあそれでは帰ることにいたしましょう。残りのバッテリー残量ですが 49% となっています。なのでだいたい一晩で 50%、 1000ワットアワー使いましたね。今日ぐらいの調理と電気毛布を敷いて寝るとだいたい1000ワットアワーのポータブル電源なくなるぐらい使う感じになっています。でこっから6時間かけて家に帰ると600ワットアワー充電できるので、多分バッテリー残量は 75% とか、まあ、充電されても 80% ぐらいになるんじゃないかなと思います。なんでおそらく満タンにはならないんですが、このまままっすぐ家に帰ってみましょうか。さあでは帰りますか。今日も天気いいね。で、充電ケーブル挿していきます。104W で充電されてますね。なんかたまに接触悪いのか、それともこのポータブル電源との相性が悪いのか分かりませんが、充電されてないことがあるんですよね。まあ今は大丈夫だと思います。で、僕途中エンジン止めて休憩したりもするので、移動してる時間自体は、この、ストップウォッチで測っていきましょう。多分6、7時間ぐらい移動すると家に着くんじゃないかと思います。ではここからだいたい282キロ一応表示は5時間になってますが、おそらく6時間ぐらいかけて家に帰りたいと思います。まあ旅の1日の移動距離としてはちょうどいいぐらいの距離ですよね。でもここのキャンプ場すごい良かったね。ネックとしてはやっぱり駐車場が若干狭いかなっていう感じがしました。それを除けば設備も整ってるし、まあ、あと工事してなかったら静かだし、いいところじゃないかなと思います。
でも今回車中泊とかキャンプしてる車、まあ、スペース10台ぐらいあったと思うんですけど、6、7台ぐらいいたね、この時期でも。なんで夏とかは、まあ、平日なんですけど、夏とかは土日かなり混雑するんじゃないかなと、そんな感じはいたします。では一気に帰りましょう。お、正面の山の上の方、山頂付近、紅葉見事ですね。赤く染まってます。この大雪山系の、まあ、黒岳とかね、あるところの山頂付近は今9月中旬が紅葉見頃という感じではないでしょうか。おお、すごい。ちょっとどっか寄っていけるかな。ここ大雪湖ですが、あの上の方、今まさに紅葉が見頃という感じですね。いやー、綺麗だね。さあさあ、では帰りましょうか。さあ、というわけで今帰ってまいりました。まあ、大体300キロ弱ぐらい、285キロぐらい走って、走行した時間がちょうど6時間40分ですね。まあ、途中休憩なんかの時はストップして、走った時間だけを、まあ、充電されてた時間だけを計測しています。で、現在のバッテリー残量ですが、ぴったり 80% になってますね。なんで、まあ、一応出発の時点では、48% だったのかな。なんで 32% 充電されたということになります。 100W で6時間40分なんで、640Wh、まあ、ちょうどこう計測通りに充電されたかなという感じがいたします。結局今回1泊2日の車中泊で、まあ、大体 1000Wh ぐらい使ったので、ポータブル電源の容量的には1000ワットアワーだと本当カツカツになってたかなと、電気毛布使うとね、いう感じがします。で、充電もシガーソケットからだと、まあ、移動中に使った分を取り戻せなかったので、まあ、やはりちょっと大型のポータブル電源じゃないと2泊3泊だとやや不安があるかなと、まあ、1泊分であれば1000ワットアワーでも足りると思いますが、使った分を全部充電できないということであれば、まあ、2000ワットアワーぐらいあった方が何泊かするなら安心かなという感じはしますね。だいたい車旅でこう車を動かしている時間は、まあ、1日6時間から8時間ぐらいだと思うんですよね。まあ、途中ご飯食べたり、観光で景色見に行ったり、買い物したり、お風呂入ったりと、まあ、いろいろ車のエンジン止めて行動する時間もあるので、実際の移動時間としては日本縦断車中泊した時もだいたいこれぐらいのイメージだったかなと勇気がいたします。まあ、僕はもうちょっと走ってるかもしれないけどね。これを踏まえて最初にあった質問の、まあ、新型フリード5人乗りで車中泊をしてみたいと思っています。以前から気になっているんですが、ポータブル電源を使って夜電気毛布で暖を取ったり、途中電気を使って買ったものを温めて食事をしたり、温かい飲み物を飲みながら車中泊をする場合、使用した分はシガーソケットからの充電で回復するでしょうか。しなかったです。まあ、ただ大型のポータブル電源であれば、何泊かぐらいであれば、まあ、こう徐々に減らしながらも使い続けることはできると思いますし、ほとんど使わない日なんかがあれば、その時にぐーっと全開まで充電させることはできるのかなという感じはしました。あと車中泊旅であれば、たまに電源が使えるキャンプ場とか RV パーク行って、で、まあ、このコンセントで充電してあげると、まあ、一気に回復できるんじゃないかなと思います。まあ、この製品だと充電スピードの調整もできて、ここに出てるね、まあ、2時間ぐらいで満充電できるんですよね。なんでキャンプ場に着いて、まあ、寝てる間に 700W とかで充電しておくと、朝までにはほぼ間違いなく満充電できてるんじゃないかなと思います。
まあ、これに限らずほとんどの製品は充電しながら使用することもできるので、夜充電しながらパススルーでこの AC 出力から暖を取ったり料理したりということも可能ですよね。というところで今回の車中泊、一応ポータブル電源の1泊2日の使用量と充電量チェックしてみましたが、ちょっと一つ気をつけなきゃいけないのが、この製品に限らずこのシリーズに関してはホンダのシガーソケットとあまり相性良くないんですよね。たまに充電できないことがあって、全くできないわけじゃないんだけどね、今日帰り充電してきたし。ノアとか先代のフリードプラスだと充電できなかったことってないんですけど、新型フリードとかステップワゴンはたまにこのシリーズ充電できないことがあって、シガーソケットからホンダの最新の車とだけちょっと相性が悪いかもしれません。そこはちょっと注意が必要ですね。ちなみに今回のこの製品、かなり眠らせておいた製品なんですが、容量も大きく、音も静かで出力も大きく、まあ、2400W まで出力できますからね。で、上にコンセントなんかコードも入れることができて結構便利な製品だったりします。コンパクトで容量の割には重量も軽く、なんといっても一番注目したいのは価格の安さですね。こう有名メーカー品の半分ぐらいの価格で買えるということもあって、アプリで操作なんかはできないんですが、まあ充電時間の調整もできますし、大容量1個欲しいという人は結構おすすめの製品じゃないかなと、まあ結構前から言ってるけどね、じゃないかなと思います。最新のホンダ車でシガーソケット充電だけは気をつけなきゃいけませんが、まあ、なかなかコスパのいい製品ですよね。というわけで今回の動画はこれで終了となります。また次回の動画をお楽しみに。